第11航空団はアメリカ空軍の航空団レベルの組織。空軍ワシントン地区対参加にある議場部隊であり、メリーランド州のアンドルーズ空軍基地に所在する。起点やセレモニー実施が主任務であり、軍学隊や議場部隊を有する。また、ワシントン周辺の空軍諸施設の維持管理も行っている。 部隊は2個軍で編成されており、どちらもボーリング空軍基地に所在する。第11航空団の前身は1948年11月18日に編成された第11爆撃航空団である。11BW は第8空軍参加の戦略爆撃機部隊として B-36 や B-52 の運用を行った。1962年3月30日に、 第11戦略航空宇宙航空団に改編され、B-52 に加え、アトラス大陸間弾道ミサイルも運用した。1968年7月2日に、第11空中給油航空団に改編され、KC-135 を運用したが、1969年3月25日に編成解除されている。現在のものは、 1994年6月2日に編成された第11支援航空団が1995年3月1日に解消したものである。ありがとうございます。